しょっぱり錆びついてるレールの上じゃいつまでもゴールにたどり着けないよ。新しい道を切り開くのは新しい世代はい始まりましたおしょっぱりはい始まりましたこんばんは山ちゃんですエラッチですこんばんはどうもどうもいこんばんは誰やねん今のまま誰やねんみたいな最高の間じゃないですかすごい間が空きましたね今のはもう最高の間でした、うんはあ、今入るべきやったかないや大正解、はい、大正解大正解大丈夫です、はい、ありがとうございます、はい、そんな自己紹介なしです聞いてる人こいつ誰やねんってなりますそうそう誰だって話ですよ、はいはい、今日はねあの商業高校の、はい、私たちの、ね、ラジオに、うん、今番組に出してもらってる商業クラブの、うん、顧問の小森先生にお越しいただきます、はい、どうも初めまして、よろしくお願いしますありがとうございますようこそお越しくださいましたありがとうございます生徒ですね生徒のねあの、はい、気まぐれ日記流していただいたりはい、その裏でね仕切っていただいてる先生いやもうとんでもないです私もともと出るつもりなかったんですけどいや生徒の方からなんで出えへんのって言われたんではい出てくるわ言うてありがとうございますしてのいやそうありがとうございますはいなのでアドリブでねいかせていただきますいやいや自然体で、はい、我々も基本アドリブなんでいつもアドリブみたいなラジオアドリブですもんねはい、はい、そうです私ちなみに出身どこにあるんですか出身関西ですね関西の方ですね関西だからもう津軽弁のねラジオなんですけど関西のパリ、うん、パリパリと思うでしょ大阪はちゃいますからね、うん、大阪じゃない、ね、どこなんですか滋賀県のなるほど琵琶湖滋賀県とそう琵琶湖琵琶湖ですね それ以外あります、ね、それ以外は TM レボリューション西川貴則で食べ物、食べ物と出ないな出ないでしょ船寿司と赤こんにゃくとかねなのでこっち来て滋賀県ですって言うても、うん、おー琵琶湖ねって言われるんで、うん、もう大阪人になってます正解で大阪のことあんま知らないんですけど、うん、この間大阪のどこどこ行ってきたねって言われても、うん、おーあそこ良かったでしょうって合わすだけで、うん、ちょっとねあの滋賀県ってあんまり関西思われないんですけどあそうっすよねだって滋賀って聞いて関西弁で喋るっていうイメージが、はい、イメージないそもそも、ね、そう、はい、あそうなんだって京都の隣なんだよねうん、はい、でも関西弁で22年間いやいいんですよ これです、はい、こっち来て10年になりますどう、はい津軽弁に染まらず全然染まりたいんですけど、ね、私が喋るとバカにしてるよって言われるんですよね津軽弁聞き取れますか全然大丈夫ですね、はい、でも初めね、うん、なんかお前本音なしって言われた時は ありがとうございますって言ったんですよお前最高やと思ったんですよ、うん、お前本音なしやなって笑顔で言われるんだから、うん、もうありがとうございますって言ったら違うと、うんはい、ガフェって言われたんですよねガフェこの資料ガフェって言われて最高と思ったらダサいって意味だったんですよすげえポジティブ、はい、ね捉え方すごいな捉え方だよね全部ポジティブ職員会議の後に職員会議があるんですよ、うん、だからわらハンドって言うじゃないですかわらハンドのズックとか言い出すんで、はいはいはい、何の話だと思って、うん、ズック言わないズック言わないですねおなんて言うんですか内履きとかそこちゃんと、はい、そうなんですよちょっと聞いたそれで何て言ってたんですか言って、うんはい、でわらハンドって子供たちやでっていうふうにいろいろ学んでました、うん、今大丈夫ですよ今聞き取れますし大丈夫なんですけども我々基本的にあの津軽弁で喋るんですけど、じゃあそこら辺はもう、あ、もう全然聞き取れます。はい、まああのすごい深いもうシウラとかもうすごいあの津軽弁、はい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 、ね、おじいちゃんおばあちゃん、きついね、まあもう聞き取れません。何喋っちゃうかね、わかんないですよね。はい、もう相槌とっていうしかないですよもう、うん。はい。今ちょっと。シューラ出身の方の多分ね、って感じで見てます、ねはい、大丈夫なんですけど、多分おじいちゃんとかだいぶ上の方は、そうですね、はい、聞き取れないですね。はい。まあ、小森先生といえばね、まあ、その関西の方出身とっていうのもそうなんですけども、はいうんまあ、今有名なゲームあーまあ正しくは e スポーツ e スポーツですね今すごい人気らしいですね、はい、e スポーツの子もやらせてもらってね、うん、見ましたよ、はい、新聞とあとこの間ねあの、はい、テレビにもずさせてもらってはい、そうだそうだねいやあ青森でもね、うん、そういう人やってくれる人いねえかなってずっと思ってたんですよ、うん、そうそうそうゲーム好きですかゲーム好きなんですよっーゲームいいっすよねいいっすよなんですか RPG とかあるじゃないですか、うん
すごい燃えるっていうか、はい、ゲームやったことないですけども。ないんだ。私やら私見る側なんで、見てみんなをこう頑張れ言う側なんで。あ、そうです。コモがこう率先してやってみせるとかじゃなくて。全然もうポケモンとか絶対裏技わからないやつです。裏技言うじゃないですか。こう裏技めっちゃわかるみたいな。あとスーパーマリオも裏ずっと通るみたいな。はいはいはい。あんな全然わからないタイプ。本当ですか。ドンキーコングで落ちたと思ったらこうタラに乗ってこう。全然もうマニアックな。はい。あ、そう。分からない。裏技とか全然できない感じで。はい。え、e スポーツって具体的にどういうあれなんですか。知らない人のために。e スポーツはですね、はい、それ固く説明する。簡単ですね。e スポーツは、はい、ほぼ団体戦なんですよ。うん、で、本当にこう一対一じゃなくて、お互いにコミュニケーションを取りながら、うん、そっちから攻めてくれとかいうやつなので、うん、まあゲームは。まあ、大切なんですけど、それ以上にコミュニケーション能力を高めるっていう意味合いで、あとチームワークですよね、はい、私そっちを高めたくて入れたんですよ。ゲーム上手くなるでは全然なくて、やっぱりこう自分の居場所、家帰ってゲームするだけなら e スポーツ部入ってみんなと交流すれば、やはりこう就職とか進学の時でも面接力とかプレゼン力とか上がるんちゃうかなっていうのが、やっぱりその目的で入れたいですっていうふうに言ったんですよ。なるほどね。やっぱ大変だったんじゃないですか、導入するっていうのは。大変でしたね。やっぱりゲームなんでね、やっぱりゲームを入れるってなると、うん、ゲームさせるのみたいな感じなんですけど、うん、そうっすよね。でやっぱり都会にね、やっぱもう、まあ、関西でもみんなやってるんですよね、うん、でやっぱりこう全然喋れない子も喋れてるっていう結果も出てるんで、あと世界すごい、はい、なのでそれを今後分かってもらってきたかなと。うん、実際ね、今の1年生も、うん、本当にこう e スポーツあるから、うん、ここに入りましたっていう。すごいね。すね。はい。もともとそういう子は全然教室で喋らないんですけど、部活の時ではもうすごい。攻めてくれそっちからみたいな、よし、ありがとうっていう感じで、まあ教室帰ったらすごい静かなんですよ、はい、でもその子にしたら自分自身、はいはい、ここで話せる場があるみたいな感じで、ね、すごい大事です、ね、いいかなって思ってます。それは導入した甲斐があるというもんですよね。で今のゲームってあれですよね、昔いつかは我々の世代だとさ、一人でなんか黙々とやってたりとか、本当そうだね、まあなんつうのやってもね、ちょっとこう2人とか3人でちょっとこうやるぐらいなイメージだったんですけど、今って結構オンラインで、うん、まあ、チャットもあるし、はいはいはい、会話もしながらもできるじゃないですか。そうなんです。なんかそういうゲームが増えれるんですよね。はいはい、そうなんです、ね。会話もできるんですか。会話できます、ね。できます。会話しながらやるっていうね。で、はい、やべ、ベラッチャついていけてない。会話をしながら画面越しに。画面越しに会話。でもみんななんかそれ違う話しながらなんかこう戦ってるみたいです。そうそう、まあゲーム自体っていうよりはなんかね、違うツール使ってちょっとこう会話しながら、要するにこの LINE で通話しながらゲームするとか、そんな感じに近いんですけど。すごいね、令和すごいね。令和やべえ。まあそう、平成の最後ら辺からでしょう、ね。だからついていけてないわ。大丈夫ですか。大丈夫じゃない。年またスーパーファミコンをふってやったらね、その世代だからさ。何世代は世代なんですけども。すごいな、はあ。今はそうみたいですよ。はい、マウスとキーボードでババってやってますね。すごいなと思って。どうすか、こう試合とかってもうやったんですか。あ、何回も出てますよ。おお。文部科学省講演の。おお、すごい。e スポーツ選手権大会で出たりとかして。はい。もうどうすか、勝てました。全然勝てないですね。はい、上には上がいると思います。あ、やっぱ違う。違うね、やってる量が違いますね、北海道なんてあれですよ、そういう学科できたんですよ、専門の学科あるんですか。そうなんですよ、 e スポーツ学科みたいな、ね、すごいなと思って。すごいな、はい、すごいですね、国数 e スポーツでしょ、さ1時間目国語、2時間目数学、3時間目練習みたいな、スポーツ科みたいな感じじゃないですかね。なるほどな、すごいなと思ってね。まあ、そこは完全にもう e スポーツを強くしようですけどね、こっちはもう本当にもうコミュニケーション能力を高めようっていう気持ちなんで。なるほど、はい、県内で言ったらそれ e スポーツ科って何、その商業高校以外にあるんですか。まあ、まあ山田高校とか山田高校さんとか、まあ他にもやってるところはあるみたいなんですけども、うんうん、はい、その話さっきしませんでしたっけ。それあれですよ、それあのさっきの時です、さっきの時リハの時です。あ、なんだ、あ、そういうことか、そういうことか、はい、まあその時になかった。わ、ちょっとごっちゃりだって。あ、なんだ、大丈夫、すいません、すいません、なる
ほどね。でもやっぱりなんかこう熱いものを感じますよね。スポーツを通してコミュニケーション取れるってなんかかっこいいなと思った。なんかね、そういやだってもう県外の情報とか仕入れて先生がね、うん、あのこういうのは今後必要になってくる、うん、先んじてやっていこうっていうのがもうすごいじゃないですか、ね、素晴らしい。なかなかそういうのってね、うん、やれないもんね。やれない、まあ、今後はねやっぱりこう、うんまあ、優勝はねやっぱ厳しいものなんで、うんまあ、主催すると。主催する？もう一回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 主催主催主催する起きた。歯が邪魔なんですよこれ多分。絶対おかんのせいですからね。あの DNA の問題。小森家で小森家みんな歯出てますからね。はい本当にそうなんですよ。そうなんですよ。まあまあまあ、あと主催側主催、うん、主催側五所川原商業の生徒 e スポーツ部がやるんではなくて、はい、その大会を開く、はいはいはい、中学生でもその中学生大会とかをやっていきたいなと考えてるんですよ、なるほどね。主催していきたいけど なんかこうそれも教育的な狙いとかもあったりか。そうですね、やはりこう主催側に立つっていうね、司会やったり受付やったりとかやっぱり大変なんですよね。はい、なのでそのなんていうんですかね、その体験を通して、うんうんうん、もう完全にこれ将来に向けてです。カナダも主催しました、うん、面接でもね、うん、e スポーツ部入ってやるだけじゃなくて、うん、本当に主催をしたっていう、うんうん、確かにね、もうやらせたいなって思ってます。いや、なるほどね。全部やることに意義があるというか。本当ですね。見に来てくださいね。いや、ちょっと見に行きたいですね。また告知しますんで。行きます。ぜひぜひ。ぜひぜひ。またね、しっかり決まったら、はい、喋っていきたいなと思ってます、うん。楽しみにしてます。はい。ぜひ、はい、いやすいません本当今日ねまあ、そろそろ時間もそうです、ね、あれなんで、はい、お開きにしますけど本当今日お忙しいところあいえとんでもないです、はいはい、またいつでもまだ喋りたいこといっぱいあります。そうですね、もう聞きたいこといっぱいあるんで、はいはい、これから生徒一周したら私来ます。あるんですよ、1から5までのグループ。あーなんかこうそれ終わった後5もいいみたいな感じで、はいはいはい、来させてもらいますんで、ぜひぜひまた来てもらえば、はい、嬉しいので、うん、楽しみにしてます。はいはい、では今日は、ね、これで最後というか終わりになっちゃうんですけど、はい、またぜひ是非いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、今日、商業高校の小森先生でした、はい、本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なごみまのサンゴで伝わるジギャーミアンイン。How have you been? どうしちゃうわ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 Thank you so much for being with us today. 今日も聞いてくれてありがとう。ということで、9月も最終週ということでお届けしております。なごみわのサンゴで伝わる Tagalian English ですけれども、皆さんみさなってらべが、まあですね、先週は、お世辞とは言わせない褒め言葉バリエーションをお届けしました。ここでいきなりクエスチョン、Unbelievable は、やだ信じたくないという嘘でしょうとかネガティブな時に、主に使いますが、ポジティブ要素のある例えば、ヒーローの武勇伝など、それすごすぎてマジ信じらんないっていうハッピーな感じの時は Unbelievable じゃなくてなんて言うでしょう。オベデラベガーキンコンキンコンキンファンタスティックね、ファンタスティックも間違いではないけど、でも信じられないっていう感じを出すためにはインクレディブルでした。なんかインクレディブルっていう絵があったよね、確かに。あ、そうそう、ミスインクレディブル、そうそうそう、インクレディブル、ちょっとこなれた感じが出るのでぜひ使ってみてください。まあ復習の、まあ、サンジャラット復習のあたりとしては、まあ、褒めるということで、今のですねファンタスティックもまさにそうですね。すっげーみたいな、すんでーなーっていう時はファンタスティック、グレート、アメイジング、パーフェクト、ここ言い方ですね結局ね、うん、ファンタスティックじゃなくてファンタスティックとかそういう感じ本当に音月なぐらいがちょうどいいと思います。あとはアーソム、アーソンも結構こなれた感じ出るんじゃないですかね。 Great とかもいいですけど、 Good とかよりもやっぱ強いですね。 Cool よりも強い、 Cool よりも Awesome っていう感じですね。あとは I love your jacket とか、これは何回かやってるんですけど、そういうのも最初の Nice to meet you の代わりに I love your jacket, I love your cap とか、そういうふうな感じで会話を持っていくのも一つだと思います。あとは、It looks good on you
お似合いだねっていう感じ。今日のシャツ似合ってるなっていう時に It looks good on you. Good on you. Good on you でも伝わると思います。It looks good on you. 言ってみましょう。It looks good on you. It looks good on you.、うん、good on you だけでもいいですね。Good on you ですね。はい。あとは、は何のこと自慢さ持ってらっしゃるって時は I'm proud of you。 例えばすごく親切な人がいて、いろんなこう周りの人に優しくしてくれる人がいると、いたらそういう友達がいたら I'm proud of you は何のこと自慢だねっていう感じですね。はい。あとは、前に会ったことあるっていうその会話の延長としては Have we met before? Have we met before? ですね。会ったことあるべがっていう時ですね。あとはなんかこう逆になんかこう初めてだと思って、初めましてって言ったら、いや前もありますよみたいなことあるじゃないですか。でそういう時ってみんなどうしてますどうしてるそういう時絶対あるよね、なんかね、うん、で私はちなみに、あーなんか道理でなんかお見かけしたことあると思ったんですよみたいな、ちょっと見ますぜひ使ってそうそう、あ、通りでお見かけしたことあると思いましたっていうのが英語で I thought you look familiar. I thought you look familiar. ですね。I thought と you look familiar は別に考えてもいいかな。I thought 何々と思いました。You look familiar. 見たことあるなと思ってたっていう感じ。で、まあ悪い感じもしない。うん、あとはあの二度目ましてとかそういう感じ。二度目ましてでしたねとかそういう感じで、まあさらっと失礼のないようにさらっと流したいなと思う今日このものです。ちなみに男の人には、まあ、褒め言葉として You're strong とか、ね、強いねとか You look strong、 こう筋肉パンパンパンみたいな感じ。あとは You're so sweet、 これは結構使いますね、言ってるのも結構見ます。 You're so sweetYou're so sweet. 優しいみたいな感じですね。あとはその smart は、細いとかスタイルがいいって意味じゃなくて、頭のいい、まあ、スマートフォンっていうぐらいなので、それでだいぶ浸透してきましたが、 You're smart. 頭のいいっていうことですね。あとは、cute と pretty の違い。 pretty はなんかプリンセスみたいな感じの pretty、 男の子には絶対使わない pretty を使って、使うとすれば cute、 you're so cute とかでしたね。あと beautiful、 あとちょっとゴージャスな感じにはゴージャス、ゴージャス、豪華、華やか、あでやかとか、という時には gorgeous とかですね。 gorgeous、 これ結構なんか家とかにも結構なんか使ったり、なんか建物とかにも Wow, that's really gorgeous とか、そういう感じですね。使ってみてください。皆さんおべでらべがんということでですね、今日は、お世辞とは言わせない褒め言葉バリエーションパート2ということで、まあ、相槌なんかも含めてですね、今日は一緒にやっていきたいと思います。まあ先ほどですね I like your を使いましたけども、もちろん、着てるものとか持ってるもの以外も使います。 I like your smile、 あの 笑ってる顔好きだなとかっていう時に I like your smile 言ってみましょう。 I like your smile、 I like your smile ですね。あとは最高だじゃーっていう時は It couldn't be better、 ItCouldn't be better. Better, better ですね。Better life の better. It couldn't be better. 最高だじゃん。もうこれ以上のことはねっていう時に、It couldn't be better. とかですね。映画どうだったとかっていう時にも最高だったっていう時に、It couldn't be better. っていう感じですね。あとは、よくおべでらなっていう時は、You have a good memory. You have a...相手の能力とかを褒めるときに You have a を使うんですけども、 You have a を使って You have a good memory、 You have a good memory、 いきましょう。 You have a good memory、 よくおべでらなっていう感じです。
あとはおめでとうっていう時は、あの皆さんあの同じに Congratulations っていうのもあります。あ、長いので Congrats Congrats でもいいですね。 Congrats、まあ、でもここではぜひ、正式名称で Congratulations Congratulations そうですね、何でも使います。おめでとうっていう時に、試験受かったよとか、最近私の友達であの運転免許証、外国人の LT の先生なんですけど、運転免許証を日本語で受けて日本語のテストを受かった外国人がいて、もうその時はもう Congratulations You're so smart とかですね、そういう感じでつい最近使ったばっかりでした。まあ、身体的なこともそうなんですけど、普通服装とか持ち物も褒めると好印象ですし、あとは内面、さっき言ったの You are so sweet とか、そういうことを褒めると、まあ、国籍問わず安心感が出るのかなと思います。まあ、褒めるわけではないんですが、あとは相槌もう今日ちょっとそこら辺からちょっと掘り下げたいなと思うんですけど、そういう相槌もスムーズな会話、いつも Yes, good とかそういうんじゃなくて、相槌もちょっと今日は入れていきたいと思うんですが、例えば相手が言って、その通りとかっていう時は Exactly Exactly そうですね、ここら辺はもうバリエーションなので、ぜひいろんな言い回しを覚えてみてください。 That's right That's right だでばーっていう感じですね。あとはまあこれも同じですが You're rightYou're right あんたが正しいみたいな感じですね。はい、あとは、まあ、相槌といえば Me too とかよく使うと思うんですけど、例えば I'm hungry とか言った時に Me too とかで結構使えると思います。 Me too は簡単に、ね、ただなんかこの前生徒と話したんですが、 I love you に Me too って言うと、I love you, me too 私も好きだよっていうつもりで日本人は me too って言うと思うんだけども、そうすると私も私が好きみたいなちょっと変な感じになっちゃうので、なんか、I love you, me too はじゃなくて、me too じゃなくて I love you too でぜひ使ってください。はいね、こういうね結構間違いやすいとか勘違いしちゃってる、そう英語ありますね。あとは Let's go lunch ね、飯食いに行くべとかってやるときに Sounds great あ、いいねみたいな感じの時は Sounds great、Good って言うとなんかちょっと違う、 Sounds great いい響きみたいな感じ、いい響きだねって言う時は Sounds good Sounds great Sounds great、はい、ぜひ使ってみてください。あとは単純に賛成するときは How do you think?で例えばどう思うとかっていう時に I agree I agree これも、まあ、高校生なんか逆に分かってると思うんですが、賛成みたいな、もっと賛成の意味ですね。反対の時どうでしょう。 Agree のどうぞ。さすがですね、来ましたよ。やっぱ学歴ありますからね彼は。Disagree ですね。 DisagreeDis つけますね。Dis といえばディスカバーでしょ。あれも私高校の時発見して、カバーして覆われてるものをディス、もう反対語の日とか反だから、カバーしてるものをディスするからディスカバーなんだよ、発見する。そう、それちょっと高校生の時に、ね、気づいた時があって、そっから結構そういう風なこうなんていうの、は窃盗語とか設備語とかね、結構面白いですよ高校生の皆さん。そういうところから単語を増やしていくのもいいと思います。 Agree の反対は Disagree ですね。 I agree もう一回いきましょう。 I agree です。ハッピーな感じでぜひ。あとは How do you think? って言った時に I think so too 私もそう思うよ。 Me too よりもちょっとこう、感じがいい。Me too、How do you think? Me too ちょっとおかしいでしょ。私もそう思うの時は I think so too 言ってみましょう。 I think so too ですね。そういう感じですね。あとは歓迎感動してもらったじゃんとかっていう時は I was very impressed impress ですね。感動する impress、 これも impress 印象づけるっていうのと、ファーストインプレッション印象でしょ、
それが印象深いが感動する。で表現するは in の間にエクスプレスになりますね。インポートとエクスポートと一緒、パソコンあるでしょ。インポートはインは入れる、エクスは外に出すってことだから、エクスプレスはなんか表現する、インプレスは、うん、印象付ける。だから感動したという時も I was very impressed とかそういうの使いますね。インプレス使ってください。ちょっとやってみましょう。 I was impressed、 I was impressed。 あとは、まあ、もちろん very つけてもいいですよ。 I was very impressed、 I was very impressed。 単に感動してまたじゃーっていう時ですね。あとは、まあ、moving を使ったりしますね。 That was a very moving story。 これちょっと長いんでいいんですが、 ThatWas a very moving、 感動した話だったっていう時ですね、うん、あとは I was moved、 ここも move も使います。心が動かされた。 I was moved、 これも使いますね。 I was impressed もそうだし I was moved、 どっちでも OK です。あとは I was deeply、 もうすごく心から深く感動した。 I was deeply movedとかですね、そういうのもこうバリエーションがあるとこう会話もスムーズだし、日本人同士の会話もそうじゃないですか。なんかあの常に相槌が同じよりもなんかいろんなバリエーションあった方が会話が盛り上がるので、ぜひ復習してみてくださいということで、That's all for today、次のコーナーは創業生による5分コーナー。その前に今日はですね、今日もブレずにジャズのスタンダードナンバーいきたいと思います。ダイナ・ワシントン What a difference a day made、 縁は否物をお送りしながら、なごみわのサンゴで伝わる Tagalian English お別れしたいと思います。 That's all for today. Thank you for listening and we'll see you next week. ヘバナー。さあ始まりました、商業クラブの気まぐれ日記じゃないんですよ。これ急に尺がないって言ってなんかトラブルあったらしくて、あの向こうにあの兄とか山ちゃんとかいるんですけど、撮ってくれって言われて私急遽出演することになったんですけれども、あのひどいわ、本当にひどいわ。制作の方でお世話になってるものなんですけれども自己紹介が雑みたいな感じで笑わないでもらっていいですかね。めっちゃ笑ってる。神崎名前も言うな、もう出たんで大丈夫です。あの私神崎って言います。何面白い話しろって、めちゃくちゃ急な5分だけに、あー分かった。じゃあちょっとあの自己紹介がてらね、ざっくり話していこうかなと思うんですけど、あら私、出身が千葉で、青森には3年前ぐらいからお世話になってるんですけど、本町に住んでました最初、青森市の。でそっからいろいろあって仕事の関係で五所川原市に住むことになって、今こうしてラジオに何の因果か出てるんですけども、向こうで冷たい麺送ってるわ2人して、本当に。まあ面白い話って急に振られてもな、あれにするか、台風、台風、あちょうどいいのあったわ。去年ですわ、ちょうど1年前ですわ、10月、忘れもしない5日。なんだお前あの歌みたいな、みたいなまあまあちょっと外野は置いといて、あの10月5日ですわ、台風が関東直撃したんですよ。まあ大雨降ったって言って怖いかった、カチカチ言ってるもうこいつら怖いわ、無理やり撮らせてるくせに。でまあちょっと台風があって、で関東が大雨被害だって言って、こっちの方でも報道出たのかな、出てたかな。その10月5日大雨がありましたってなって、私の家、実家が裏山なんですよ、ちょっと切り立った崖みたいな。でそこの岩が落っこってきたんですよ、家に向かって。で私当日はちょっと仕事、前の仕事の関係でちょっと出張行ってて、ちょうど留守にはしてたんで、実際に私が被害に遭ったってわけじゃないんですけど、
翌日迎えて10月6日ですわ、帰ってきて家見たら私の部屋だけ潰れてんすよ。ボーンって、なんでこんな穴開いてんだろう、いやこれ参ったなってもうあ、もうでももう1年経ったからさ、で誰もそうやって怪我していないし笑い話みたいな感じにはできるかなと思って話してんだけど、その部屋でね、まあ、ちょっと途方に暮れつつこう見てたらなんかもぞもぞ動いてんすよ、俺の潰れたベッドの上で。何かなと思ったら猫なんですよ、2匹いて逆ってんすよ。ね、お前ら俺が寝れねえのにお前らがそこでやるかみたいになってて、あれはもう精神的にダブルできて本当に辛いなっていう話。あ、そっか、そうだもんな、今回あのゲストがね、あの小森先生来てるからね。あ、そうだったそうだった、あんまりこうやって飛ばすとね、あのもう二度と、あ、いいんじゃん、俺もだってもう出なくていいんでしょこんくらいはっちゃけても、あ、でも怒られる後で二人にもう怖いわ。ごしょっぱり？ごしょっぱりのことに関してでもそうだな、過去何回か編集とかこう現場でやらせてもらってるんですけど、それこそオープニングの山ちゃんエラさんのトークとかがだんだん2人の呼吸とかが合ってきてるなってすごい思って、聞いててすごい楽しいんですよ、2人の会話のキャッチボールが。あの山ちゃんがうまく軌道修正してエラさんのすごいいいところを引き出してるみたいな。苦笑いしてる何こ恥ずかしいのじゃあよろしくお願いしますということで、うん、じゃあおーよかった、5分意外と長かったからそろそろ耐えられなかった、よかった。じゃああのその他にも松野さんとかさっき言った商業クラブのだったり、アニート大臣のね、まだコーナー名が決まってなくていつ決まるのかなと思ってるコーナーもあったりするんでね、皆さん今後もぜひまた聞いてくれればと思います。以上、二度と出ることはないと思います神崎でした、ありがとうございます、じゃあね。せーの、アニート大臣の何でもありのコーナー、イエーイ。はい、ということで今回は前回のハイテンションとちょっと対照的に落ち着いた印象を与えようというコーナー、イエーイ。落ち着くも何も間違ってんから名前、何か違うから初めてだもん、うん、せっかく定着してきてるのに、何だったっけ、え、何でものコーナー、違う、コーナー名じゃない、コーナー名はまだ決まってません未だに。何を、私が兄です。ああ、そこ、あなたそこでしょよ、なんかさ返答で、うん、今別に今更話することじゃないけど、うん、兄がこうおいおいそれは何々だろうって突っ込んでくる部分あるじゃん、うんうん、普通の人10人いたら10人突っ込まねえ場所を突っ込む、やっぱサイコパスなんよ、うん、そう思う、うん、やばいよサイコパスなんだそうなのかな、あ、危ねえよ、面と向かって言われるとそんな気がしてきてびっくりしたもん、私が悪いのかな、うん、違うよって、いや、待てよ、一周回って我が、我がおかしいのが、まあ私はそう思ってるけども、まあまあまあ、うん、今日はこの何を聞いて、ローテーション、ローテーション、うん、低音聞かせた感じ、そう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 、そう、うん、今日はもう、うん、この感じで行って女性ファンがつくのかっていう、なるほどね、もっとノリトシ、ノリトシ、ノリトシ、ノリトシはもういいから、おい、おーい、おーい、おだ全部終わった、なんでそういうこと言うのよ、ちぇちゃん、ちぇちゃん、あの焦点を当てる場所を変えようという話、どこに当てるの、今まではほらおバカ大好き系、うん、おバカ大好き 大好き系そんなジャンルでやってたやだよそんなからちょっとこう落ち着いた大人なレディオ、うん、なるほどね、を、はいはい、あのお届けしに甘いじゃん、じゃあ BGM もちょっと変えていきますよ、ジャズいいね感じで、うん、あ、これいいね、そう、今日で今日何の話すんの、何それ、毎回決まってないんだ、進行しといて何の話するか決めていいよ、テイストだけ決めたら何の話するか決めていいよっていうか、あとちょっとでは誕生日なんだよね普通に、ああそうだよね、天保の日、俺にはいつも世話になっちゅうはんで、うん、何もそんなことない、喋んないけど、
なんかこう5000円の、うん、プレイステーションネット、あのプレステの、うん、オンラインで使える5000円のカードとかがいい。絆もクソもないわその一番一番ない。いや本当に、あとちょっとでも年とか喋っていいのかな。もうどうなの、誕生日目前にしてどうなの、うん、いや2020年はまず大変だったよね。ザ・タギリ、ザ・タギリ、うん、ザ・ファブルってあの漫画あるじゃないですか。はい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 、わはザ・タギリ、タギリ、うん、タギチュ、あタギってんだ、タギチュ、やべ汗やべし、まず、まずな、うん、尻、尻の、尻の汗。最初それ別に10代から同じじゃねえか。ラーメン食ったらもう風呂上がりみたいな。え夕立ちに当たったみたいな。横並びで飯食うとびっくりするんだよな。ふって見た時のさ。それ本人気にしてたらどうすんのそれ。いや、その本人はあなたなんだよ。あ、そういうこと。そう。あの話。待って、大丈夫、どうしたんだよ。大丈夫なの。絶対なんかあったなこれ。なんだ、さっきまで打ちっぱなし言ってて。あ、ゴルフの、うん、はいはい。今 YouTube すげえらしいよ、あの昔って。うん、ゴルフってこうなんつうの、プロレッスンプロみたいな色あって、プロレッスンプロ、そう、ほうがいて、うん、その人たちにお金払んないと、うん、そのプロの知識とか打ち方コツとかが得られなかったんだって昔って。はい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 。すげえこう一部上の世界で閉ざされてきたみたいな、うんうん、知識たちが、はいはい、だって今の YouTube ってすげーらしくて、うん、YouTube 見るようにしてんだよね、うん、寝る前に、うん、そしたらもう頭使いすぎで、なんか打ちっぱなし言ってもよ、考え事ばっかで全然楽しくない、ね、あーよくないな、うん、伸び伸びできねえんず。ゴルフやったことないけど、うん、それは多分よくないな、うん、いやだからゴルフ一回さ、うん、原点に帰ってみればいいんだよ。はあ、まず大使の人生において、うん、ゴルフというスポーツ、うん、何で触れたかよ。ちょっと思い返して、何で触れたか、うん、ちょっと何言ってるか分かんない。何で触れたかって何、あのマリオゴルフとかさ。あ、そういうこと。そうそうそう。で、ああであれば触れたことないんよ。あ、ないの。だって相撲やって柔道やってラグビーよ。うん、その棒使うとかないよ。マリオゴルフやったことない。マリオゴルフもない。みんなのゴルフない。ない。ない。ザ・ゴルフ。いや、ないないない。リッチレ、うん、リッチレーサーはあるけど。リッチレーサーはある。あ、じゃああるんじゃん。いや、本当にさ、なんか頭使っちゃって。ああ、よくないね。疲れてるんだよね。よくない。ラジオやめていいもん。来週から。まあ、でも、ノリトシさんがな。なんていうかな。ノリトシからお便り来たら考える。うん、やるかどうか。続けるかどうかを考える。お便りといえば、お、まあ、これはちょっと置いといて、きちゅんでしょ、うん、ちょっとね、山ちゃんエラッチにちょっと置いといて、おリアルガチお便りでしょ、うん、ちょっと置いといてね。ワンドさ対してのお便り来るかなと思ったんだけどね、なんかそうじゃないんでしょ、全体なんだべ。うん、まあそうだな。うん、じゃあ今さ、うん、お便り来た練習してみようよ。お、いいね、うん、それすげえいいわ。ちょっと私の方で、うん、お便りをね、うん、生み出すから、うん、大事なものでしょ。答えてみてよ。真剣にやってみろ。うん、よし、はい。じゃあ、いきますよ、うん。ホストに入りました。カシャン。取りに行きました。手に取って。ちょっと待って。その場面、なんていうの。いや、そうでしょ。何、お便りを作るって、経験から生み出そうとしてんの。その空想の経験をして。どこどこに行きましたから、それをやばいっすね。そう、もうそういうイマジネーション。サイコパスなんでそれ。何分かかると思ってんの、作るまで。ホストに行きました。多分今女性だったんだべ、自分は。そうそうそう。ホストに行きました。ドアを閉めましたみたいな。そうそうそう。20分かかるやん。わかった、じゃあ省略するわ。うん、はいはい、想像して。うん、想像するよ。うん。うん、はい、うん、お、大使、うん、お便り来た。うん、読むね、うんうんうん、はい、想像しやすいよね、うんうんうん、何々、うん、青森県、うん、五所川市、うん、何々何、はいはいはい、25の2、うん、猪俣、うん、沼地さんから、うん、来ました。お、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。猪俣、ぬ、布又、布又、うん、ごしょっぱりの大臣さん、うん、いつも楽しく、お、私宛てですか、拝聴しております。ありがとうございます。
大臣さんポールダンスで踊った時に膝の裏の摩擦がすごかったという話をしていましたが、やけどにはお気をつけください。それでは失礼いたしますっていうお便りでしたね。こういうお便りか、うん、まず嬉しい、あ、率直に率直に、うん、嬉しいけど、うん、その話をラジオでしたのは失敗だった。あれはな、やべ、あれカットできるもんならしたかったけど終始あの話だからね。すごかったらしいからね、足こガーみたいな、そう当時のギュルギュルみたいな、はい、ギュギュギュすげーだったらしいよあんま次の日ホテルで激痛だよマジで。膝の裏の膝の裏一番弱い部分、身を見ま、いやなんか話聞いたらこう、うん、こうなぬるぬるはしないけど、うん、サラサラする粉やるんだと、やっぱ、あ、そうなんだ、透明な、でねと、まあそうだよな、ギュルギュルギギギっていくじゃん、うん、あ、じゃあお姉さん、あ、イタリアちゃんとか塗ってたけど、そわわし、何もない、何もなかった、それ痛いわ、いや、よっぽど痛かったって、あれもう酒入ってたから、うん、普通に何事もなくまたパンツとかズボン履いて、はいはい、ホテル戻ったと思うけど、うん、あれシラフで今同じことやれって言われたら、頭下げるからマジ やめてちょうだいって、喋る喋る、うん、え、喋りそうじゃない、まあな、喋った、うん、言ったそれ何どうしてはい、ちょっと編集しましたけども、おい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 、勘弁しろよな、何スーパードライ飲んでんの、めっちゃうめえめっちゃうめえさ、もう歯になっちゃってんのめっちゃうめえ、一口でアルチューみたいなテンションの上がり方したね今、多分今日の静かだったの、放送の最初の部分、うん、いやいや、そろそろ踊らのかっこいい低音のラジオやった方がいいんじゃない、あ、いい、流行んない、流行んない、流行んない、10分前の流行んない、このコロナ禍においてそういう真面目なの流行んない、くだらねえわ、自分が言ったんだよ、あ、うま、おいしい、なんかね、すすすうめえぞ、いや、もう人として機能してないわ今日いや機能してる、なんか喉乾いてたんだよね、あ、そういうことね、うん、ラグビーじゃねえや、ゴルフやってな、確かに、で財布に、うん、あ、車に財布忘れて、はいはい、いつもイロハス買うんだって110円で、ね、うん、それ今日飲めなくて、うん、来たんだよ今日、ああ、じゃあカラカラだ、うん、カラカラ、あの骨かぶってるやつカラカラな、ちょ大丈夫本当に大丈夫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 、スキルレベルマイナス200ぐらいいってるけど大丈夫、うん、あ、美味しい美味しい、うん、めっちゃうまい、まあ先週ちょっとはっちゃけすぎたからな、たまにはこういう、うん、まあゆったり聞けるようなね、はっちゃけすぎたっていうか、わ、耐震ぐらいをするとちょっと反省だよね、反省、真摯にね、真摯にリアルにちょっとね、うん、だってあれをもし何かしらの方法でイタリアちゃんが国に、うん、1人目のイタリアちゃんね、うん、1人目の国に帰ったイタリアちゃんが1人目の、うん、イタリアちゃんが聞いたらショックじゃん、私のせいでみたいな、うん、傷つけてしまったのかなみたいな、膝の裏をな、膝の裏を見てそろそろさ、コーナー名決めよう、あ、いいね、真剣に次回でいいでしょ、あ、そうする、次回とりあえず決めようとしてみようよ、決めようとしてみよう、じゃあ候補をね、候補考えといてよ、うん大使、今回の放送さ、うん、最初のゲスト小森さん来てくれたんだよ、小森先生、おお、小4の、うん、うん、ちょっとビール飲んでじゃ終われねえからさ、うん、最後に一言、うん、お願いよ、 OK、 メッセージ、こういう言葉があります、神崎の目には、違うな、神崎の目には腰油。ありがとうございましたありがとうございました。でもさ、でもさ、あ、まあいいや、いや本当にやばい、さようなら収録はい、じゃあエンディングということで、はい、まあエンディングというか、まあ、あれですね、その前に、はい、やらさん、なんと封書で、はい、来ました、ありがとう、はい、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ね、エラチの
叫びが魂の叫びが見えすぎましたね。めっちゃ嬉しいぜ。ね、あのメールだと思ったら封書でね、ちゃんとこう手書きで書いてくれて嬉しい限りですが、書いてありますね。はい、早速ご紹介したいと思います。はい、お願いします。板柳町にお住まいのラジオネーム星の物語さん、はい、こんばんはです。初めてお便りを送ります。はい、私はアニメが大好きで今はアンサンブルスターズにハマってます。はい、それにたくさん CD も出ています。高校生がアイドルユニットを組んで歌ってるんです。とてもいい曲もいっぱいありますよ。かっこいい曲もあれば可愛い曲もあるんですよ。最近とても聴いてる曲をランキングにしますって、はい、ランキングにしてくれたんですよ。ありがとう。第3位がですね、はい、曲名ザ・ジェネシスかな、ザ・ジェネシスで、はい、歌ってるユニット名がエーデン、うん、第2位が曲名ラストラメント、はい、で歌ってるユニット名がバルキリー、うん、で第1位が天下無敵メテオレンジャーで歌ってるユニット名が流星隊と。まあ、他にもおすすめしたい曲が数え切れないほどあります。ぜひ聴いてみてください。はい、ちなみに歌っている方々は声優さんですとのことでした。ありがとうございます。ありがとうございます。まずはね、ちょっと聴いてみないとですね、これね。そうですね、今あれですよね、声優さんが、うん、あのなんていうんだ、こう表に出てくることって結構増えましたよね。ああそうなんだ。ああそうなんだ。わかんない、わからない。ごめん、そうなんですよ。わからない。そうなんですよ。あの昔結構声優さんとか、あの、うん、なんだ、ジャイアンの声やってる人とか、うん、スネ夫の声やってるとか、うん、なんかこうアニメのキャラクターの声やってる人って、うん、あんまりこう、ね、雰囲気を壊したくないとかイメージ壊したくないっていうのって出てこない人が多かったんですけど、うんうん、確かに最近は結構、ね、声優さんでもこうなんか前面に出てきて、それこそこうなんだろう、やっぱ美人なお姉さんだったり、うん、イケメンの男性だったりがですね、出てきてユニット組んでこう歌ったりとか結構あるみたいですよね。あのドラゴンボールの野沢雅子さんを見た時に、おっていう、そのあの最初の衝撃はスーパーサイヤ人のイメージを見てて、野沢雅子さんを見たら、おおっていう。野沢雅子さんいいっすよね。好きなんですよ。野沢雅子さんいいっすよね。好きなんですよ。あの悟空の場でね、うんうん、大先輩だっていうのをね、うん、ある人が、うん、あの野沢雅子さんと話してる中で、はい、あその人大先輩ですかって野沢さんに聞いたんですよ。はい、あその時に聞き方としては、うん、悟空の真似をして、うん、大先輩ですかって聞いたんですよ。そしたら野沢雅子さんがすかさず、いや大先輩だって言ってさらにかぶせる。さらに大先輩って思って、そのやり取りが、ね、個人的にすっげー好きなんですよ。大丈夫だとかってな。大丈夫だね。いいよね。すごい。結構こう年いってるんですよね、野沢さん。めちゃめちゃ言い方悪いですけど、おばあちゃんですよ。ねえ、でも声すごい若いじゃないですか。うん、パワーありますし。そう。あの人すごい。でテレビでね、普通に芸人さんに混じって、うん、面白おかしくやったりしてるんで。うん、そうそうそう、あの人本物なんですよね。あの野沢雅子さんのモノマネをしてるおばあちゃんじゃなくて。あの人が野沢雅子さんでいいんですよ、ね、野沢雅子さんよく分かってないんですけど、最近でもね、あの野沢雅子さんの真似をしてる、なんだっけな、芸人さんいらっしゃる、いる、あ、だんだ、アイデンティティ、アイデンティティ、今ちょっと教えてもらった、そうだよ、そう、はい、あれなんですね。エラッチの最後にこうアニメを見た、今ハマってるのとかないんですか。今はさ、ない、うん、それこそドラゴンボールはめっちゃ見てたんですけど、結構前で止まってる、止まってるっすね。結構前、でも30代、40代の方だったら分かってくれるはず。あの、ナルトっていう、ナルトちょっと前ですかね、はい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 、あれ、まあ、ハマってましたよ、私は。アニメの方ですか。アニメの方、うーん、珍しく、エラッチ、漫画あんま読まないけど、めっちゃ。ハマりましたね、あれ。ああそうなんですね。そう。どういうところが良かったですか。あれはですね、なんかそれぞれのキャラクターに、はい、なんかね、大体みんな闇あるんですよ。はいはいはい。でその闇を何かしら、その生い立ちだったり、はいはいはい、まあ、裏切られたりっていう、その闇を抱えながらも生きていってる、はいはいはい、っていうのを見た時に、そうだよなって、みんな順風満帆じゃないよなっていうのを見て、なるほどね、そうそれが良かったのよ。あれいいっすよね。私はあれなんですよ、うん、漫画で読んだ口なんですけど、うん、泣けますよね。そうなのよ。
泣けますよね。これ主人公のナルト自体もいい、またね、キャラクターなんだけど、また生い立ちがちょっとね、いろいろあって、そうっすね、結構なんかね、みんなにハブられてるんですよね、最初の方で、ね、そうそうそう、ちょっとおかしなやつ扱いみたいにされてて、そうでも自然とこう仲間がどんどん増えていくみたいな、そういつの間にかね、そうで立派な忍者になっていく、そうすげえよく知ってる、熱いっす、いやいや全部読みましたもん、あすげえ好きなんすよ、なんだ、いや、漫画結構読むんすよ俺は。山ちゃんは何読みました、最近は、最近はヒロアカ、ヒロアカ好きで読んでるのと、ハイキューってあのバレエの漫画ですね、聞いたことある、あれヒロアカは分かります、僕のヒーローアカデミア、ごめん分からない、あ本当ですか、あの、はい、ナルト好きだったら結構好きかもしれない、はい、あの自分の個性を生かしたヒーローになっていこうとする子供たちを描いてるんですけど、結構みんないろんなこうコンプレックスを抱えながら、でもそのコンプレックスがそのまま個性として出ちゃうんで、それをいかにこう駆使して強いヒーローになっていくか、頼れるヒーローになっていくかっていうところで試行錯誤していくんで、結構ねあれも泣ける漫画かなと思います、ね、そうなんだ、うなずいてる、兄がうなずいてる、うんうんって、あれも読んでるんだ、そうめちゃめちゃ泣ける、とかあれですかね、約束のネバーランドとかも扱ったですね、最近だと、最近、はい、読んでない、読んでないな、漫画全然、漫画アニメはそんなにそんなにって感じですか、あんまり、そうだな読まないな、ナルトで止まってる、ナルトも結構前ですよね、そう考えれば、まあまあ前かな、98年、5年前くらい、終わったの5年前、あだば5年前、だばちょっと前、タゲ前ですよね、今あれっすよね、ボルトが続きで、そうボルトはね読んだことないんですよ、あら、読んだんですか、はい、あボルトは分かります、ボルトちょっとだけ、でもそれはみんな読んでください、漫画で急に冷たいなさっきまであんな熱く語ってたのにいいよ説明すりゃいいのに、いやいやいや本当にね、お便りありがとうございました、まあ、じゃあエンディングにしますか、はいはい、ということで、はい、ね、また皆様のお便りお待ちしております、はい、FM 越しがら、ファックス番号が 0173-34-7111、メールが g@fm767.jp、ファックス番号が 0173-34-7111、 メールが g@fm767.jp、 この番組は G ネットサポートでお送りしました、はい、まあ、じゃあまあ皆さんの、ね、お便りもまたどしどし、送ってきてほしいなと思いますので、はい、どんな、ね、話題だと気にせず、ガツンガツンと送ってもらえればなと思います、はい、それでは、はい、ラジオを聞いていただいた皆様、そして YouTube で聞いていただいた皆様、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。ごしょっぱりは来週も水曜日夜8時から1時間放送します。それでは皆様、来週もお楽しみに、けばねー、やばねー、やばねー。